お世話になってます、高本です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、スマートフォンのケースであったり保護フィルムを販売されているトーラスさんの方からですね、こんな感じでですね、 iPhone の14 Pro 用のケースをたくさんご提供していただきましたので、それぞれどんな特徴があるのか、どんな人におすすめかっていうのをレビューしていきたいなと思います。めちゃくちゃね、たくさん送っていただきました。今回送っていただいたものはどれも2500円ぐらいから3500円ぐらいで買えるものになってまして、すごくコストパフォーマンスのいいケースなんじゃないかなと思います。僕は最近iPhone の14 Pro に買い替えをしたんですけども、僕みたいに iPhone を買い替えたばっかりでケース選び迷ってるよっていう方は、ぜひこの動画参考にしていただければなと思います。今回たくさんのケースをご紹介させていただくので、気に入るものがないかぜひチェックしてみてください。それではサクサク始めていきましょう。はい、それではサクサクご紹介していこうと思うんですけど、まず一つ目がこちらの紐鏡っていうシリーズですね。漢字で表面鏡って書いて紐鏡って読むらしいですね。このケースは背面がガラスになってて、すごく透明感が高いっていうのが特徴ですね。で、今回紹介するケースに関しては14、14 Pro、14 Plus とか結構いろいろなサイズにも対応して展開がされてるんですけど、まあ、それぞれちょっとしたね、お値段の違いがあるので、大体のお値段も一応お伝えしとこうかなと思います。この紐鏡っていうケースに関してもお値段がだいたい2800円ぐらいとなってますね。そしてこのケース、マグセーフは非対応のケースになってます。そして重さに関しても一応手元の測りで測っとこうと思うんですけど、重さは 30g となってますね。そしてこちらはクリアの素材なんですけども、カラー展開もいくつか用意されてまして、こちらもう一個送っていただいたのがこちらディープパープルっていう濃い紫色のものですね。背面はガラスの素材なんですけども、横だけちょっと色がついてるっていう風なモデルも販売されてます。じゃあちょっと装着してみようと思うんですけど、装着してみるとこんな感じですね。かなりこの背面の透明度が高いので、この後ろのアップルマークとかも綺麗に見せることができるって感じですね。カメラ部分もしっかり保護してくれてますし、上、電源ボタン部分、そして充電端子の部分、あとはこっち側の音量とか、このマナーモードボタンとか、この辺の部分に関しても全部綺麗に保護してくれてるケースになってますね。ここが結構ツルツルとした素材になってるので、若干指紋は目立つかなっていうところはあるんですけど、iPhone の本体のデザインを楽しみたいけどケースもつけたいっていう方は、このケースを選ぶといいんじゃないかなと思いますね。一応こっちもつけてみますね。まあ、こちらのディープパープルの色をつけてみるとこんな感じですね。僕は本体はシルバーのものを購入したんですけど、今回新しく新色で追加されたディープパープル、たくさん買った方はいると思うんですけど、そのディープパープルと色合わせてあげるとすごく統一感出ていいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちなみにこの横の部分とかちゃんとストラップホールもありますね。はい、続いてがこちらの U プロクリアっていうシリーズですね。こちらのケースの特徴としては、この部分にですね、よいしょ、こんな感じのスタンドが内蔵されてるっていうのが最大の特徴のケースになってます。こちらのお値段はだいたい3500円ぐらいになってて、マグセーフは非対応ですね。そして手元の測りで重さも測っておこうと思うんですけど、重さはだいたい 41g、42g ぐらいですね。そしてカラー展開に関しては、この U プロクリアっていうシリーズはこちらのクリアの色だけみたいでしたね。じゃあちょっと装着してみようと思うんですけど、装着してみると、よいしょ、こんな感じですね。こちらのケースに関してもカメラ周りしっかり保護してくれてますし、あとは側面に関してもしっかり覆ってくれているケースになってますね。まあ、ちなみにこのケースはストラップホールはついてないみたいですね。まあ、このケースはですね、この部分にスタンドが内蔵されているので、この部分グッと引き出してあげることで、まあ、こんな感じで縦向きのスタンドとしても使うことができますし、あとはこんな感じで動画を見るときとかにちょうどいい感じの横向きの角度で固定することもできるようになってます。あとこのヒンジの部分、無段階で調整することができるので、こっち側のスタンドだけじゃなくて逆向き、こっち側のスタンドとしても使うことができるんですよ。なのでこの横置きした時の角度の自由度が結構高いので、これ結構便利だなっていうふうに思いました。まあ、YouTube とかね、動画を見るときにこの角度で固定できるのかなり便利だなっていうふうに思いますし、あと14 Pro になってからこんな感じで画面が常時表示できるようになってますので、例えばカフェとかに行った時にこう MacBook で作業してる横とかにこんな感じで時計代わりみたいな感じで立てかけておくっていう使い方も結構いいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。柔らかいシリコン系の素材になっているので、結構防御力も高そうだなっていう風に感じますね。まあ、ただちょっとね、ツルツルとした素材になっているので、若干ね、これも指紋は残りやすいかなっていうのがちょっと気になるところではあるかなと思います。はい、そして続いてのケースがこちらのオリジンフィットっていうシリーズですね。
こちらはかなり薄くて軽いケースになってまして、あとすごいいいなと思ったところが、これ保護フィルムもついたケースになってるんですよ。このケース一つ買っちゃえばこんな感じでガラスフィルムであったりとか、あとはガラスフィルムを貼るときに使うこういうアルコールのペーパータオルみたいなグッズもちゃんと入ってるんですよね。この一式でだいたい2500円ぐらいで買うことができるので、今回ご紹介する中で一番コストパフォーマンス的にいいなって思うのはこれですね。でこちらのケースもマグセーフは非対応のものになってます。こちらのケースは重さは 19g ですね。かなり軽いですね、まあ、さっき紹介したこのスタンド付きのやつとかと比べると半分ぐらいの重さしかないって感じですね。でこちらのケースも2色送っていただいたんですけども、こちらがブラックでこちらがゴールドになってまして、他にもいくつか色展開が用意されてます。じゃあちょっと装着してみようと思うんですけど、装着するとよいしょ、こんな感じですね。かなり薄くて軽いケースになってるので、本体のサイズ感を損なわないようなケースになってますね。できれば裸運用したいけど傷がつくのは怖いしなみたいな方は、この薄くて軽いこのオリジンフィットっていうケースを選ぶといいんじゃないかなと思いますね、まあ、こんな感じでカメラ周りもしっかりと保護してくれてますし、あとはこういう軽量のケースってこの側面の一部分が保護されてないパターンのやつって結構多かったりするんですけど、このケースに関してはちゃんと4辺全部保護してくれてるようなケースになってますね。ボタンの部分もしっかりと保護してくれてまして、この辺に若干こう切り込みが入ってるんですけど、それによってこのボタンが押しやすくなってるって感じですね、まあ、触り心地はすごくマットな質感になってて、これはね結構指紋も目立ちにくいですね、まあ、指紋とか手汗とかちょっと気になる方はこのモデル選ぶといいんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこっちのゴールドもつけてみますね。ゴールドをつけてみるとよいしょ、こんな感じですね。ああ僕はシルバーの本体を使ってるので、こっちのブラックよりはこっちのゴールドの方が若干こう色合い的にマッチしてる気はしますね。やっぱり iPhone の 14 Pro って本体だけでも結構重たくなってるので、ケースであんまり重たくしたくないなっていう方であったりとか、あとは保護フィルムもおまけでついてくるのでコスパがいいケースがいいなっていう方はこのケース選んでみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、そして続いてご紹介するのがこちらのガーディアンっていうシリーズですね。こちらのケースの特徴は超頑丈なものになってまして、米軍のミル規格っていう風なものに合格したものになってるらしいんですよ。そのミル規格って何かっていうと、試験内容が122センチの高さからコンクリートの地面に厚さ5ミリの合板を引いた上に合計26回それぞれ違う角度から落下させる耐久テストっていうことになってるらしいんですけど、そのテストに合格したぐらい耐久性の高いケースになってるのがこちらのガーディアンっていうモデルらしいです。でこのモデルの値段はだいたい2800円ぐらいですね。マグセーフには非対応です。そして重さも測っておこうと思うんですけど、重さは 30g ぐらいですね。そしてこちらのケースも何色か展開がありまして、今回はこちらのブラックに加えてこちらのネイビーの色も送っていただいてます。じゃあちょっと装着してみようと思うんですけど、装着してみるとよいしょ、こんな感じですね。裏面は半透明って感じですね。でこの触った質感なんですけど、この表面に指紋防止オイルコーティングっていうものがされてるらしくて、すごくサラサラとした質感になってて全然指紋も残らないですね。触り心地で言うとこの質感僕はかなり好きですね。でカメラ周りもしっかりと保護してくれてますし、側面に関してもこんな感じでしっかり上下左右保護してくれてるっていう風な感じになってますね。でこの音量ボタン側にはここうっすらトーラスっていうロゴも入ってて、あとはこっちの右側逆サイドにはこのストラップホールもちゃんと開いてるって感じですね。そしてこのケース面白いのが、ここの音量ボタンとあとはこっちの電源ボタン、これに関してはですね、こんな感じでカスタムできるようなキットが入ってるんですよ。なのでこのケースにちょっとアクセントを入れたいなっていう方は、この蛍光色の電源ボタンとかに入れ替えてあげると、ちょっとデザインを変えることができるようになってるんですよね。ちょっと入れてみようかなと思います。この入れ替える時はこの元から付いているボタン、こんな感じでこうケースを外した状態でプッと押してあげるとこんな感じで取ることができますね。こっちも同じように取り外して、そして裏側の方から差し込んであげるって感じですね。こんな感じですね。ちょっと今黄色を黒にはめてみたんですけど、これ結構なんかアクセントになっていいですね。うん、こんな感じの見た目になりました。結構アクセントになっていいですね。うん、普通にボタンも押すことができます。1つケースを買ったら2色おまけでついてくるみたいなので、1個ずつボタンの色を変えてみるとかも面白いかもしれないですね。あと一応ネイビーも送っていただいたので、ネイビーの方もつけておこうかなと思うんですけど、よいしょ、ネイビーつけてみるとこんな感じですね。まあ、落ち着いたこの色合いで結構これもいいですね。ネイビーのケース、シルバーの本体につけてみるとこんな感じの見た目になります。はい、そして最後にご紹介するのがこちらの、先ほど紹介したこちらのガーディアンシリーズのマグセーフに対応したバージョンですね。
こちらのお値段は約3500円ぐらいで販売されてます。こっちのマグセーフ非対応モデルの方が2800円ぐらいなんで、マグセーフ対応モデルにするとだいたい700円ぐらい値上がりするかなって感じですね。そしてこのケースの重さも測っておこうかなと思うんですけど、重さは 32g となってまして、さっきのマグセーフ非対応のモデルが 30g ぐらいなんで、だいたい 2g ぐらいしか変わんないって感じですね。でこのマグセーフ非対応モデルに関してはカラー展開いくつかあるみたいなんですけど、このマグセーフに対応したモデルは今のところ黒だけみたいですね。じゃあちょっと装着してみようと思うんですけど、装着してみるとよいしょ、はい、こんな感じの見た目ですね。背面が半透明のデザインになっているので、このマグセーフマークが目立つっちゃ目立ちますね。なのでマグセーフは使わないし、見た目がシンプルな方がいいっていうんだったらこっちのノーマルモデルを選べばいいかなと思いますし、マグセーフ使うんだっていう方はこっちのモデル買う方がいいのかなと思いますね。まあ、こちらのモデルに関してもカメラ周りはしっかり保護してくれてますし、側面もこんな感じで一周ぐるっと保護してくれてるって感じですね。触り心地もさっきのモデルと一緒で指紋防止オイルコーティングっていうのがされてますので、すごくマットでこう指紋が目立ちにくいような質感ですね。そしてこちらのモデルもカスタムボタンが入ってまして、一緒に入ってるのはこの黄色と赤のカスタムボタンですね。さっき紹介したこのガーディアンのマグセーフ非対応モデル、こちらのブラックに関しても赤と黄色がついているので、この黒とセットになってくる色は多分赤と黄色ですね。でさっき紹介したこのガーディアンのネイビー色ですね、ちょっとこの青っぽい色、これに関してはついてくるカスタムボタンはこの黄緑っぽい色とオレンジ、この2色がついてくるみたいですね。で今回紹介するものの中では唯一マグセーフに対応したケースになっているので、こんな感じでマグセーフに対応したモバイルバッテリーとかもピタッとくっつけることができる感じですね。他のケースもこういうモバイルバッテリーくっつかないわけじゃないんですけど、やっぱり磁力が弱っちゃうので、マグセーフ対応のアクセサリー使いたいよっていう方はやっぱりマグセーフに対応したケースを選ぶっていうのがいいんじゃないかなと思います。あと今回ですね、 iPhone ケースと合わせてガラスフィルム、保護フィルムに関してもご提供いただいたので、こちらの紹介も合わせてさせてください。こちらは保護フィルムのグラス GO っていうシリーズになるんですけど、これねかなりセット内容充実してるんですよね。これが価格がだいたい2500円ぐらいで買えるものになってるんですけど、こんな感じでですね、保護フィルム2枚入ってるんですよ。なのでフィルムを貼る時のこういうクロスとか、あとアルコールペーパータオルとかもこんな感じで2セット入ってますし、あとはこんな感じで iPhone に取り付けることで保護フィルムがずれないように貼れるこちらのガイドも付属してて、これで2500円なんですよね。こういうガイドがあると保護フィルムのこうね、ちょっと貼る向きが若干歪んじゃったとかそういうこともなくなりますし、あとは本当に最悪ミスっちゃったとしても、これ2枚入りなんで1回ミスっても大丈夫っていうのがかなりいいですよね。あとは一発で貼れたとしても使ってるうちに傷ついちゃうこととかあると思うので、そういう時のためにもう1枚買っておくっていうのもありかなと思いますね。こちらのフィルムに関しても先ほど紹介した米軍のミル規格っていうのに合格してるっていうことで、対衝撃性はかなりあるかなっていうふうに思いますし、触った質感としてはすごくツルツルしていて、かなり指の滑り方もすごくいい感じですし、あとは指紋も残りにくそうでいいですね。さっき紹介したこちらのオリジンフィットっていうケースに関しては保護フィルムもついてきますけど、他のケースを選んだ方で保護フィルム別で買わなきゃいけないなっていう方は、このトーラスの保護フィルムも購入候補の一つとして検討してみてください。はい、というわけで今回の動画ではトーラスさんの iPhone ケースと、あとはガラスフィルムのご紹介をさせていただきました。まあ、個人的にはこちらのスタンド付きのケースが一番良かったなと思ってるので、最近はこれをずっと使ってますね。このスタンドね、普段は邪魔にならないですし、あとはこういう風にスタンドを出してあげれば縦置きも横置きもできるっていうことで、かなりいいケースだなと思って便利に使ってますね。まあ、ただこちらのケースに関しては結構ツルツルとした触り心地になってて、若干指紋がね目立つかなっていうところがあって、触り心地に関してはね、こっちのガーディアンシリーズのこっちのサラサラとした質感の方が好きだなっていう風に思ったので、こっちの質感でスタンド付きのケースみたいなのが出てきてくれたらいいなっていうふうには思いましたけどね。今回の動画で紹介した iPhone ケースとか、こちらのガラスフィルムに関しては全て概要欄の方に URL を掲載しておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。あと期間限定の 10% オフクーポンも発行していただいてますので、購入される方はぜひ 10% オフクーポンも活用されてください。というわけで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。このチャンネルではこんな感じのガジェット系の話であったりとか、買ってよかったものの紹介とか、ライフスタイル系の動画を更新してますので、よかったらチャンネル登録をしていただいて、また動画を見に来てもらえると嬉しいです。
あとこの動画が参考になったよっていう方はぜひ高評価ボタンも忘れずに押していってください。そして Twitter、Instagram、楽天ルームのアカウントもありますのでちょこちょこ更新をしているのでよかったら概要欄の方から覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またねー。